はい。よろしくお願いいたします。こんばんは、三浦です。えー、マイクボ様の、えー、世界選手権男子の予想は、本当に手理格,格だと思います。うん。イリア君が1位というのは多分、えー、フィギュアファンの方たちの9、えー、割方の人が思っていることだと思います。だからこそ、逆にシスウマ君はやる,やる気が出る。シスウマ君の前にはユーマ、アダム君がいるけど、でもこの3人は、えー、互角です、えー。この3人の中で、 シュマくんが優位に出たとして、イリアくんがなんかちょっとテントなどの失敗があれば、もしかしてシュマくん、金なんて勝手に思い描いている私。シュマくんはみんなが思っていることを覆す男です。期待しますと。うん。まあ何があるか分かりませんからね。まあでもみんなが完璧な演技をした上で、勝つっていうことをね、やっぱりね、うどくん望んでますよでおそらくね。まあでもイリアくん強いですよね、確かにね。 で、カリヤムくんも強い。みんな強いですね。アダム・ショくんがもし完璧な演技したときに、どんな点が出るのかなってちょっとうーん。まあ、う野選手もまだ完璧な演技をしてませんので、ショート・フリー二つともね。なので、あの二つ完璧な演技揃えたときに、どんな点が出るのかっていうのが、わかんないんで、まあ楽しみですね。PCS も10点とか出てほしいな。あ、10点ないのか。 あるかあるかなあるかえー、かぶさん、ロシアのワリエワが13歳頃からロシア政府から56種類のお薬を投与されへえ、やば。やばいっすね56。56種類のお薬を投与されていたらしいですよ。えー、本当なら怖いですね。えー、体がおかしくな,るならないか気になりますね。えー、政府からっていうのが闇が深そうですね。やばいっすね。えー、これ本当 ちょ <laughs>、怖まあでもなんか、予想はしてましたけどね。いやでも56歳ってやばいっすね。とんでもないね。ってことは悪いわだけじゃないんじゃないの怪しいね。なんかね。ほんと完全にフィギュア人形ですね。フィギュア人形。フィギュアだけに関係ないか。うん、まあちょっと笑い事なしでやばいっすね。ほんとねほ。ほんとに、ほんとにフィギュアになっちゃうよ。うん。 ちょっと一回止めよっかこの話やばすぎでしょってねえ一回止めますねうんこれ題名これにしますやばすぎるこれ